知ってる技術で開発してください。基本的にはこだわらずに、もうただですね、一番最後は新しい技術。ハローワールド、どうも、ヤスンです。個人開発で使うべき技術を真剣に考えてみました。個人開発って最新の技術使ったりとか、サーバレスでどっかをうまく使ってみたいな、こういう技術使った方がいいよみたいな記事ってよくあるじゃないですか。そういうのを見るとですね、まあ結構もやっとすることがよくあってですね、観点がちょっとおかしいんじゃないかなっていうことがよくあったので、今回個人開発について目的とか整理したり、なんか失敗するときってこういうことだよねとかを整理することで、どういう技術を使うのが一番いいのかなっていうのを考えてみようかなと思ってですね、今回は話してみようと思います。まあ、ヤスもですね、いくつか個人開発でやって、まあ失敗した経験とかがありまして、まあそのあたりの話も織り交ぜながら話をしていきたいなと思ってます。今回のですね、個人開発のお話なんですけど、結構ですね、個人開発をするにも目的があると思うんですね。目的ごとにこうどういう技術を採用するかとかが違うので、目的をまずは絞ろうかなと思ってます。今回は個人開発の目的を一発当てると仮定します。他に言うと、なんか技術を習得したいとか、ポートフォリオを作りたいとか、純粋にただ楽しみたいだけとか、そういうのもあると思うんですが、今回は個人開発して何かしらビジネスにするということを目的にした個人開発についてだけお話ししようかなと思っております。まずですね、個人開発をやっていて失敗することって結構よくあると思うんですけども、失敗する時のパターンがまあいろいろあると思うんですけど、ヤスンとしてはですね、2つですね、代表的なものを挙げれるかなと思っていて、まず1つ、一番これヤスン的には9割くらいはこれかなと思っているのが、まあなんとなく続かなくなる、なんとなく続かなくなるっていうのが、まあ一番多いのかなと思っていて、なんでなんとなく続かないのかなっていうとですね、結構個人開発って仕事が終わった後の時間とか土日とか、まあそういうとこでやるじゃないですか。でも結構ですね、人間ってやっぱり欲求に弱いのか、眠りたいとか、まあいろいろあってですね、なかなかコンスタントに続けていくことはできないですね。それができるって方もいるんですけど、まあできない方が多いのかなと思っていて、それが失敗の原因なんですけど、それに加えてですね、まあ個人開発ってお金かけたくないとかですね、この無料で何でもやりたいとか言って、その通常のビジネスでは使わない技術に手を出すとか、そういうことをやってしまったがために、しかも無料なんであんまりですね、皆さん使ってないみたいな、質がそんなに良くなくて使ってなくて、なんか調べるのに時間がかかったとか、さらによくあるのが、個人開発せっかくするんだから、なんか新しい技術、全然自分が使ったことない技術いっぱい試そうという感じになってしまってですね、ただですね、それって個人開発で基本的に時間がないんですよ。時間がない中でさらに新しい技術を使って、それで長くなってしまってモチベーションが続かないとか、そういうことがよくありますし、仕事が忙しくなってそれが原因で続かないとかですね、まあそういうのがよくあるので、このあたりを考えた上で採用すべき技術っていうのを考えるのが一番いいんじゃないかなと思っています。またですね、もう一つはリリースまではしたんだけど全然アクセスされない、これもですね、まあ結構よくあるかなと思っていて、まあアクセスされないんで、まあ需要がないんだ、やめようっていうですね、まあ自然な考えだと思うんですけど、まあそういうこともよくあります。まあ安もですね、それ経験したことあるんですけど、これ自体はですね、もう仕方ないというか、個人開発する上でもこれは避けて通れないんですけど、これをですね、まあ失敗にしてしまう一番の原因は、機能を作りすぎて結構な時間かけたのに失敗するっていう時って、まあまあショックなんですね。かなりショックを受けてしまう。ただですね、例えばもう1週間で毎週リリースしてるみたいな、まあそういう人がもしいたとしたら、1個の失敗なんて大して気にしないんですよ。そういう感じで、この全然アクセスされないっていうのが失敗になってしまう原因は、いっぱい機能を盛り込んでしまって、リリースがめちゃめちゃ遅くなって、なんか半年とか1年かけたのに、リリースしても全然アクセスされなかった、まあ心がくじけてしまうみたいなことがですね、まああると思うので、やっぱり機能を絞るっていうことが、まあ必要かなと思うのと、基本的には開発効率を重視した方がいいのかなと思っています。でですね、失敗についてちょっと考えたところで、個人開発をやる上でまず技術採用する前に考えないといけないことが何かなっていうことを考えようかなと思って、3つほどありまして、1つ目モチベーション、これが一番大事。基本的に個人開発って誰かに言われてやるものでもなければ、誰かにお金もらってやるものでもないので、まあ、モチベーションってものすごく大事で、このモチベーションが尽きるっていうことが一番多いと思うんですね。なので、まあ、モチベーションを考えないといけないです。またですね、お金、
これもですね考えないといけないんですけど、結構落ちりがちなのが、なんか無料じゃないとダメみたいな、もうめちゃめちゃ安くやろうみたいな、そういう考えが結構落ちてしまうのが個人開発なんですね。なのでなんか EC2 高いなとか言って、通常使わないクラウドのサービスをなんか安いから使ってるとか、誰が使ってるんだろうみたいなですね、サービスに手を出してしまうみたいな、そういうことが結構起きます。安もですね、昔 AWS 高いなと思って、なんか謎のなんとか VPS みたいなサービスを使ってですね、なんかそこで提供される Linux がオリジナルのカスタマイズをされてしまったがために、 MySQL とかなんかいろいろ入らないぞみたいなことが発生したり、いろいろ入るんだけどなんか一部だけ入らないみたいなので苦労したりとか、なんか無駄な苦労をしました。やっぱりですね、安く済ませたいっていうことがあって、そのせいでなかなか使わない技術に手を出す、そのせいでなんかさらに時間を食うみたいなことが発生するっていうのがあるので、基本的にお金はもう使っていこうと。個人開発ですけど、お金はまあできる限り最小限の出費はしようっていうのが大切かなと思ってます。次にですね、時間についてあんまりちゃんと考えない人が個人開発では多いかなっていうイメージなんですが、まずですね、毎日働いてますよね。基本的に働いて夜まで働いている、帰ってくるのが7時か8時とか、まあそのくらいからに帰ってきて、12時くらいまでには寝たいなっていうのと、まあお風呂入る、飯食う、まあいろいろ考えると、まあ1日やれて2時間とか、まあ1時間とかコンスタントに続けれるのが1時間で、土日でちょっとやるかなみたいな、そういう感じになると思うんですけど、まあそれを考えると、まあ1ヶ月でだいたい60時間くらいやれると仮定します。で、60時間ってどのくらいの日数かっていうとですね、通常働く場合はだいたい 7.5 日ですね。まあ8時間と考えると 7.5 日で60時間です。まあ1週間ちょい。個人開発の開発にですね、半年もかけてそのモチベーション保てる人ってほとんどいないんですよ。結構ですね、レアな人でなんか1年くらいかけて個人サービス作りましたみたいな方もいるかもしれないんですけど、基本的に私たちのですね、モチベーションは続かない。なのでですね、まあできれば1ヶ月でリリースしたいと考えると、たった1.5 週間しかですね、使える時間がないんですよ。2ヶ月かけるとしても、たった3週間ですね。働く場合たった3週間。そのくらいの時間しかかけずにリリースしないといけないって考えるとですね、このあたりをちゃんと考えると、なんかさっき無料にしようと思ってたり、新しい技術をどんどん使いたいとかいう考えがですね、ちょっとバカらしくなってくるかなっていうふうに思うと思うんですが、基本的にまあ例えば 1.5 週間もしくは3週間でリリースしようと、まあ仕事でなりましたと。そういう時にですね、それを任せたいエンジニアが、なんか今回全く新しい技術使いたいんですって言い出して、あなたは許可しますかと。絶対許可しませんよね。既存の技術でやれるならそれやれと。なぜ新しい技術に手を出す、お前はあと1週間しかないんだぞ、なりますよね。管理者目線で見ると絶対なるじゃないですか。その管理者目線で個人開発してほしいんですが、まあ、基本的に新しい技術に手を出して開発効率絶対下がるんで、60時間しかないと思うと開発無理なんですよ。2ヶ月はモチベーション続くと思うんですけど、まあ、3ヶ月目は結構厳しくて、もう半年とかなるとまあ続かないですね。個人開発めちゃめちゃ時間的にもったいなく感じてしまうで、結構続かないと思います。なのでですね、まあ、60時間でリリースできるものを基本的には考えた方がいいかなと思っています。で、この3つ、もうモチベーションすごく大事、お金もですね、まあ、基本的に使う意識でいて時間はほとんどないっていうことを考えた上で、個人開発で使うべき技術を真剣に考えてみます。で、ちょっとですね、その前に先にお話ししたいんですけど、個人開発失敗あるある、これをですね、いろんな方に聞いたとします。自分が開発する前にそういう経験がある方がいたら聞いてほしくてですね、最新の技術使わなかったから失敗したみたいな人がですね、まあ、1人でもいたらその人は相当レアだと思います。すごい古い技術を使ってリリースして、その古い技術が原因でサービス失敗したなんていうことは、まあ、ほぼない。そもそも古い技術を使ったがために失敗するっていうことがあるほどのアクセスがあるなら、そもそも個人開発としては成功してるっていう。技術についてなんか新しいとか古いとか、まあ、基本的にはですね、個人開発で考える必要性はないと思っています。で、ここでですね、採用すべき技術に入っていこうと思うんですけど、知ってる技術で開発してください。一番大切なのは効率。知ってる技術がものすごく多い方、いろんな技術触ってるって方は、その中でも一番効率がいいフレームワークとかを選ぶべきかなと
思います。例えばですね、ルビオンレールズとかあのララベルとか、ああいうですね、まあ、効率重視、60時間しかないと考えると、もう効率重視の何でも揃ってるやつを考えるべきかなと思います。またですね、インフラに関しても基本的にはこだわらずに、もう簡単に EC2 とか立ててですね、もうそこに自分で手で入れてもうパッてやる方が早いので、そっちをですね優先した方がいいと思います。かっこいいからサーバレスとか、かっこいいからクーバネティスとか、そういうことをですね考えた瞬間に、もうそこのインフラを構築する時点でですね、この60時間がめちゃめちゃ消費されてモチベーションが下がって続かなくなるので、できる限り簡単なインフラにした方がいいかなと思います。ただですね、一番最後、あの新しい技術使わない方がいいかって言われると、使った方がいい部分もあるなと安は思っていて、というのもですね、新しい技術を使うっていうのがモチベーションになるんですね。このモチベーション、これも大切で、結構新しい技術モリモリだとモチベーションあんま続かないんですけど、安の経験的には、新しい技術を1割程度くらい、1つとか多くて2つとか、そのくらいの技術を採用するとモチベーションもですね、これの勉強しようとか、まあそういうモチベーションで続くので、なんか技術がそれがいいから使うというよりは、ただ自分のモチベーションのためにこれを勉強したいからっていうことで採用した方がいいかなと。ただですね、全部採用すると開発効率が激落ちしてですね、続かないので、できれば1割程度で終わらせるのがいいのかなと思います。はい、今回はですね、あの個人開発で使う技術っていうのを真剣に考えてみたんですけど、よくあるなんかいろんな記事で、こういう技術を使った方がいいとか、きらびやかに見れるなんかサービス、こういうサービス使った方がいいとか、いろいろですね言われると思うんですけど、現実的に考えると基本的には知ってる技術で、できる限り簡単に効率よく作るのが一番いいんじゃないかなということでした。では今日は以上で終わりたいと思います。今回の動画を見て面白かった、役に立ったと思った方は、高評価コメントしていただけると嬉しいです。これからもエンジニアの皆さんの役に立てるよう一生懸命動画を作っていきますので、よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。